はい。皆さん、これ何だと思いますかまず、これがね、えー、開示請求承諾通知書ってあるんだけども、これはね、川崎市の人権童和対策生活相談事業に関する文書を情報公開請求したものですね。で、それを部分的に開示したっていうもので、で例えば、これい完了報告書っていうのがあるんだけども、62万円が全日本童和会、 川崎支部に支出されている。で、さらにはですね、えっ、ー、と、もう一つありますね。これは、ブラック解放同盟川崎支部ですね。ここに62万円。同じ金額は出されている。これね、交付先の名前、え住所、それがくる塗りにされちゃってるんですね。で、ここにね、もう一つ、要項があるんです。これが、この補助金を出すにあたってのルールですね。この要項は、同和対策事業の対象者、 で、構成される団体が行う人権同和対策生活相談事業を行うために必要な経費の一部に対し、えー、予算内で、えーまあ、補助するということですねで。その事業の内容っていうのが対象者、まあ同和対策対象者の生活に関する相談事業、その他対象者の人権に関する相談事業ってあるんですね。まあ川崎市がこういうことにお金を出してるっていうことなんです。で、これは何か、えー、川崎市職員措置請求書、 これはね、いわゆる住民監査請求書ですね。つまりね、自転車もついにね、ついに住民監査請求をするっていうことですよね。まあ僕は基本的にね、住民監査請求っていうのはね、自分自身ではやらなかったんですね。まあ一応メディアなんで情報公開請求とか情報、情報公開訴訟はバンバンやったんだけども、 もうこの住民監査請求をやるってのは、あっちしってね、活動家じゃないですか。プロ市民じゃないですか。でも、情報公開に関しては、その、部落の地名だの、なんだのっていうのはね、もう役所は出してくれないし、まあ、というかね、もう、あれを、あれを手に入れた以上、もうこれ以上ね、何をね、公開させるんだっていうところがあるから、じゃあ次の路線としてはですね、まあ、これは活動っていうよりね、あくまで調査だと思ってください。調査報道、ね。住民監査請求をすると、 どうなるかっていうことです。まあもちろん本気でやりますよ。やるって言ったら。あのね。もちろんこの川崎市がこれをね、突っぱねたら、その次は当然どうなるかっていうのはそれわかってると思うんだけども。まあこういうのはね、あの、皆さんね、住民監査請求って滅多に通らないんですよ。というかね、でも通る場合っていうのも結構あるんです。通る場合っていうのはだいたいね、その関係者に事前に根回しをしとくんだけども。まあ僕も根回ししてもよかったんですよ。このね、解放同盟とかね、あの、 ま、川崎市の職員とか議員さんとかに。でもね、僕を、僕と寝回し、回ししたい人なんていないんじゃないですか。僕と繋がってるとかね、僕と話すだけでなんかね、いろいろね、あの、嫌がらせが来るみたいだから、なので、こうやってもうバーンと出すことにします。えでね、この住民監査請求の内容なんだけども、請求の用紙、つまりがね、えじゃあ何をしてほしいかってことですね。 え、別紙中の検査完了報告書によると、さっきの文章ですね、川崎市長は令和5年3月31日までに、まあ、解放同盟と同和会に、えー、川崎市人権同和生活対、えー、同和対策なんとか補助金として、合計124万円を支出したと。 えー、実際の支出は、令和4年7月15日までに概算払いにより行われているため、補助金の支払いを確定させた行為が本請求の対象となる、うんたらくんたら。これね、あのこう、なんでこんな回りくどい言い方するかっていうと、これ住民監査請求ってね、基本、あの、1年以内にしないといけないんです。で、今、えー、もう9月でしょもうすぐ10月じゃないですか。だから、えー、令和4年7月15日って言ったらもう1年過ぎてるから、 ただその概算払いして確定させてるんですよね。いくらですっていうのを確定させるんで、この確定させた行為、この5月、えー、令和5年3月31日に確定をしてるので、まあそれがこの請求の対象ですよっていう、これね、あの、めんどくさいんですよ、いろいろ。この判例とかあってね、過去の、うん。まあそれに沿うとこういう回りくどい書き方しないといけないんです。でもまあざっくり言うと、 昨年度のこの事業がね、えー、違法だからということで、それに、それに対して、えー、住民患者請求しますよってことなんです。さっきあの、同和の補助金。で、えーまあ、その理由として、えー、別紙中の川崎市人権同和対策生活相談事業補助金交付要項によれば、同和対策事業の対象者で構成する団体が行う 対象者の生活に関する相談事業と、その他対象者の人権に関わる、関する相談事業が補助金の交付対象であるが、要項の目的通りの相談事業が行われている実態がないと、そもそも国の同和対策事業は平成14年度をもって終了しており、また川崎市においては、それ以前から対象地域が存在しなかったことは顕著な事実であり、川崎市住民,は民には対象者が存在しない。 別紙の通り、川崎市長は、相談員の住所や連絡先を一切非公開としている。これにより、たとえ対象者と返される住民が存在したとしても、二団体の構成員でなければ相談することが不可能であり、二団体への加入方法も不明で、要項の目的通りの相談事業としての手を成していない。えー、前述の公金の支出は、相談事業に名を借りた事実上二団体に対する活動費の補助になっていることが明らかである。 また、所管化を把握して把握し、えっ、ー、と、所管は把握していることであるし、えー、本請求書が公開のものであることから、あえて個人情報に関わるようなことを、えー、省述することは控えるが、二団体の代表者は共に、所在地はいわゆる童話地区や歴史的な意味での部落に該当せず、彼らが歴史的な意味でのいわゆる部落民であるとの確固たる証拠は見当たらない。えー、そもそもそのようなことを公金の支出の講師に、 の基準にすることが差別そのものであるし、それらの事実の有無が問題とされるような事業は違法なものである。したがって川崎市長は本事業の、えー、本年度以降の実施を速やかに中止し、二団体に対して過去1年以内に支出を確定させた補助金と同額を返還させるように、えー、勧告することを監査員に請求する。まあ本当回りくどい書き方ですね。でもこう書かないといけないんですよね。 そのね、ここでもね、まあ、個人情報に関わることを衝術衝突することは控えるわって書いてあるけど、なんでこうやって書僕書いたかっていうと、いや、それ知ってますよ、そのね、解放同盟員が誰でどこに住んでるか。まあ、そいつがブラック民じゃないっていうことは僕も知ってるんだけども、この、請求書っていうのは公開のものだし、で、なんかで、ね、もう個人名出したりとかですね、地名出すともうビビって話にならないんですよ。本当話にならないんです。もうそれ、それは、それは公開の情報じゃないからとか言って止められて、話にならないんで、 です、はい、でもね、その川崎市の所管の部署の人は知ってると思いますよ。そのあの人がブラックミンじゃないっていうことは、あの人が。だから この事業っていうのも、要は、まあ、ブラックミンかどうか分かんない人に金出してるわけだし、まあ、そもそも川崎市童話対策事業やってないしね、誰がブラック民かとか、そんなの判別できる話じゃないんですよ。で、一応、この書類見ると、その、相談を何件やったとか書いてあるけども、大体ね、その、相談の窓口の連絡先も書いてないんだから、 内輪の人間しか相談できないじゃないですか。じゃあそれって相談事業なのかと。ただ内輪の活動に金出してるだけでしょって,って。相談っていうのもさ、じゃあ、じゃあさ、事務所でなんか雑談したりとかじゃないですか、身内で。としか考えられないんで、まあこれ、相談事業っていうよりは実質的にはね、同和団体に活動費補助してるのと何も変わらないから、こういうお金の出し方はどうなんだと。ね。 まあ、その、ブラック差別解消推進法がどうこうって言ってるけども、じゃあ、だったら、なおのことね、こんなブラック民をね、特定しないとね、あの、成り立たないような、こんな突っ込みどころ満載の事業はやるなっていうことです。その、ね、誰がブラック民とかそういうことをですね、あれこれあれこれあげつらわなくても、事業ってできるでしょっていう話なんです。ブラック差別解消を目的でするなら。実際、あれですよ、あのね、自由度和解のあのね、あの熱海のあれで、 除名された人もね、あの人ブラックミンじゃなかったわけだから、別にね、あの、童話じゃなくても童話運動をやって何が悪いみたいな感じなんだから、別にその、ね、その、童話対策の対象者かどうかなんていうことをね、そんな補助金の要件にしなくてもいいはずなんで、まあ、とにかくこれが、この事業がおかしいっていうことなんで、えー、請求書を出すことにいたしました。一応ね、この124万円をね、えー、返還させるように韓国っていうふうにまあ言ってるけども、 まあ実際返すか返さなくないっていうのはね、僕はね、正直どっちでもいいと思うんだけども、<coughs> まあ来年以降は、来年というかまあ今年度以降はもうこの事業やめるでいいんじゃないですかね。というか、意味ないでしょ。川崎市に住んでる人ならわかると思いますよ。川崎市で、そのどこそこは部落だとかね、そんなことを言っても意味がないっていうことは、まあ皆さん知ってるはずなんです。ということでね、これをね、この封筒に入れて、 え、ちょっとね、ポストにコロンと出し、出しとこうかと思います。なんか直接持っていくのもね、非常に面倒なので、まあ、このね、効率重視ということで、これを、あの、発送することにいたします。